ークス対北海道日本ハムファイターズの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の応援というのは相当力になりますので、選手もかなりプラスになりますし、お客さんが入ってくれれば入ってくれるだけ、やる気もなりますのでね、楽しみですね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはホークスの先発大関がペイペイドームのマウンドに上がります。さあ、ファイターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。インサイド変化球決まっています。インドを見送っています。いい角度で落ちました。ワンボールツーストライクです。さあ、勝負してくるのか。ボールになります。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。今宮抑えてワンアウト。バッターは注目のルーキー上川畑。大関、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、ここはフライになっています。牧原が掴んでツーアウト。バッターボックスには3番浅間。ツーアウトになっています。初球は何から入ってくるか。初球空振りです。これが2球目。インコースボール。低めの際どいところですが外れています。ボールを操ってきます。2ストライク2ボールと追い込んでいます。インサイド落ちました。切りました。ファールボールです。バットに当たりません。三振。スリーアウトチェンジ。この回ファイターズ三者凡退です。1回の裏ホークスの攻撃です。ホークスはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますファイターズはご覧のような守備陣です。ファイターズマウンドに上がるのは先発の上沢。さあ、ホークス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。三森が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。
ファウルになります。ストレートを狙ってましたね。タイミング合ってますよ。打ちました。痛烈。このフライは切れました。ファウルボール、ツーストライクです。この球は外れています。さあ勝負してくるのか。またファウル。バットに当たりません。三振。ワンアウトです。バッターは2番に入っている牧原。上沢、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ストライク。さあ2球目は何か。変化球が低めに外れます。次は厳しいところでストライクを取らないといけませんね。なるほど。さあ何を選択してくるか。ストライクになります。ツーボールツーストライクです。今のは手が出てもおかしくないボールでしたけど、よく見極めましたよね。はい、インコースわずかに外れてボール。フルカウントです。打ちました。セカンドが取る。アウト、ツーアウト。クリーンアップが登場します。バッター近藤。ツーアウトランナーありません。マウンド上のピッチャーは上沢、そしてキャッチャーは宇佐美。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。インサイド外れます。次が2球目。高め空振り。打ちました。サード取った。ランナーが出ました。ソフトバンクホークス、ツーアウトランナー一塁。さあまず1球目、初球ボール。バッター有利なカウントになりました。変化球タイミング合いません。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。取って3アウトです。ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。2回の表ファイターズの攻撃、4番バッター野村。ホークス得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ小宮山さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。ただまだバッターも様子見しているところもありますからね。2巡目以降でどう抑えていくかでしょうね。なるほど。さあここからどう抑えていくかも注目です。ボールになります。3球目は何で来るか。
痛烈、これはどうだ、センターへ抜ける、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打席には5番バッター清宮、ヒットでランナーを一塁に置いています。これが1球目、空振りです。ここはゴロを打たせたいですよね。引っ張った、取った、セカンドフォースアウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。6番バッター万波、ファイターズダブルプレーでランナーなくなりました。初球変化球は空振りです。惜しいボールでしたね。はい、変化球わずかに外れてボール。これが3球目、外低めのボール、ワンボールツーストライク。惜しいですね、決まったかと思いましたよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。インコースボール、スリーボールツーストライク。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入れば先制、入った、ホームラン、先制ホームランです。ファイターズ、ホークス痛い一発を浴びています。フルカウントから投じたストレートでしたが、逆方向へ弾き返された打球は大きな当たりとなってスタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。センターフィールダー江越、背番号37。初球はボールになりました。スピードボールを持っています。ボールになります。ボール先行です。146キロ、アウトコースへ決めました。2ボール2ストライクです。を流しました、高い打球ライトへ、最後はライトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回ファイターズ先手を取るソロホームランが出ました。1対0、ファイターズ先制です。2回裏に入ります。追いかけるホークスの攻撃、打順は5番中村。ホークス1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。
インサイド見送っています。外外れてボール、ボール先行です。ストライクになります。タイミングややずれています。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。チェンジアップ外れました。スリーボールツーストライクです。6球目は何で来るか。打ちました。サード取った。アウト、ワンアウトです。バッターボックスには指名打者のグラシアル。まずはワンアウトを取っています。初球は変化球当たりません。改めてお聞きします。バッターボックスのグラシアル、バッターとしてはどういう特徴がありますか？打球に角度をつけてスタンドまで運ぶ、いわゆるホームランバッターですね。ああ、そうですか。ボールになります。4球目は何で来るか。キレがありますね。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。高めのボール切りました。ファウルボールです。ツーボールツーストライクです。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。一塁牽制セーフ。小宮山さん、バントを阻止するにはどういった配球が有効でしょうか？バッターからするとインコースの高めに速いボールっていうのは一番やりにくいということなので、そこにコントロールできるかですかね。なるほど。2球目は何で来るか。打ちました。打球はセンターへ。センター掴んで2アウト。バッターボックス今宮、ツーアウトになっています。高め変化球空振りです。牽制一塁はセーフ。一塁牽制セーフ。これが2球目。インサイド落ちました。これはどうか。江越が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。2回終わって1対0、ファイターズが1点をリードしています。里崎さん、立ち上がりに攻められてしまいました。今日は本調子ではなさそうに見えますが、いかがでしょうか？まあ、ただベンチとしては最低5回までは投げてほしいと思ってるでしょうね。そうですよね。初球ボール、低めの球ストライク。
外へのボールは入りません。打ちました。サードの左抜けました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあそして打席には石井が入ります。さあ追加点は許したくないところ。まだ序盤ですがあまり離されると厳しくなりますから、ここはしっかり抑えたいですね。なるほど、そうですよね。バントしました。牧原アウト、ワンアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー三塁です。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。初球バットが回ります。さあ2球目は何か。緩いボール、しっかりと見極めました。力のあるいいストレートですね。はい、追い込んで決め球は何で来るのか。勝負球がフォークならばここでそれでしょうね。ボールゾーンに外れていくように投げて三振取りたいですよね。ああそうですか。打ちました。伸びていく、どうだ、はい、ポール際切れました。入っていれば貴重な追加点というところでした。打った。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。ファイターズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、2対0になりました。ホークスこれで2点ビハインドとなりました。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。初球ボール、キャッチャー強肩なんで。ファーストランナースタート、セーフ、盗塁成功。もう一球低め、見送っています。ボール、アウトコースストライク。これはどうだ、一二塁間を破る、ホームに送球する。ホークスさらにピンチになりました。ワンアウトランナー三塁一塁。初球空振りです。ここは三振を取りたいですよね。インサイド落ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ホームに送球、犠牲フライにはなりませんでした。さあそしてバッターボックスには野村が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。まあここ初球打ち、ここは打ち上げています。サードが構えます。牧原が掴んで3アウトです。しかしこの回ファイターズ1点を追加しています。2対0、日本ハムファイターズのリード広がっています。これから3回の裏、追いかけるホークスの攻撃。バッターは9番に入っている甲斐。ホークスビハインドで迎える3回の攻撃です。
初球打ち、ここはフライになっています。取ってワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター三森、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。噂はまずは先頭バッターを打ち取っています。次が2球目、変化球タイミング合いません。さてバッターの三森、どういうバッターなんでしょうか。まあ、ここまではっきりと左ピッチャーに強いとベンチは右ピッチャーを使いやすいですよね。なるほど、そうですか。変化球入りません。打った、三塁線破っていった、一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。さあそして打席には牧原が入ります。さあ得点圏にランナーを置いています。まあ、ピッチャーを助ける意味でも早めに返していってあげたいですね。なるほど、そうですよね。初球甘いコースでしたがタイミング合いませんでした。インコース決まった、低めのボール、ストライクを先行させていきます。追い込みました。外、これは際どいが外れている。これが4球目、内へのスライダーはボールになります。手が出ません、三振。つなげなかったですね。変化球打っていった、スタンドファウルボール、ノーボールワンストライクです。ファウルボールです。外へ持っていきましたが入りません。ファウルボールです。外へ持っていきましたが入りません。低め見ました、ボールです。あっさりと追い込んでから粘られフルカウントとしています。外れてフォアボール、貴重なランナーが出ました。チャンスが広がります。ちゃんとつながったんでここが大事ですね。さあそしてこのチャンスで打席には4番の柳田が入っています。外の高め振っていきます。セカンドランナーホームイン、ホークス1点返しました。2対1になりました。なおも三塁一塁のチャンス。ここはどんどん攻めたいですね。初球甘いコースの変化球ですが空振りになります。同点のピンチをしのぎました。4回の表
4回に入っていきます。ファイターズの攻撃、打席には5番バッター清宮。先ほどの打席はファーストゴロ、併殺打となってしまいました。ホークス1点ビハインドで迎える4回です。さあ小宮山さん、中盤1点差ですからしっかり抑えていきたいですよね。そうですね、この辺りからちょっとしたミスが致命的になってきますからね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。外へのカーブ外れました。誘ったんですけど見極められましたね。高めの釣り玉でしたが振りません、外れています。引っ張った、取りました。一塁そのまま入ってアウト。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。初球打ち、この打球はフライになっています。掴んで2アウトです。打順は7番江越、先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは長打を警戒しておきたいですよね。はい、そうですね。2アウトになっています。2球目は何で来るか。打ちました、難しいバウンド、セカンド取った、一塁アウト、スリーアウトです。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。2対1、1点リードはファイターズです。バッターボックスには6番グラシアル。前の打席はカットボールをうまく打たれましたから、今度はその使い方は要注意ですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。打ちました、切れました、ファールボール。外、これは外れていきます。外れました。低め見送っています。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには7番柳町、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。そうですね。噂はまずは先頭バッターを三振に仕留めています。高めの変化球で空振りを取ります。ノーボールツーストライク。ボールになります。引っ張った、ライトへ打球伸びる、ライトが取りました。2アウトです。8番バッター今宮、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけどいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。はい、そうですね。2アウトになっています。最初は変化球できました、ボールになります。引っ張った、野村
一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいホークスでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4回終了2対1、ファイターズが1点をリードしています。小宮山さん、ベンチとしてはそろそろリリーフも考えているでしょうね。そうですね、もうブルペンの方には連絡いってると思いますけど。そうですよね。となるとリリーフピッチャーがいつ出てくるのか注目です。低め見送っています。センターが取りました。バッターボックスは9番石井。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはホークスが大関、そしてファイターズが上沢、この2人の投げ合いとなっています。ボールになります。変化球外れました。打ちました、流しました、これ三遊間抜ける、ワンアウトランナー一塁となりました。さあ一塁に追加点のランナーを許しています。バッターは松本。まあ彼はバンドがうまいですから送ってもいいでしょうね。なるほど、そうですか。切れていきます、ファウル。打ちました、これはどう、ショート取った、アウト。いいプレーが出ました、ファインプレー。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。2対1、ファイターズが1点をリードしています。5回の裏追いかけるホークスの攻撃、バッターボックスには9番甲斐。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。初球打ち、ここは打ち上げています。上川畑が抑えています。ワンアウト。打順はトップに帰って三森。今度は失投を打たれるようなことは許されませんね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。初球空振りです。変化球タイミング合いません。あっという間にツーストライクです。このバッターは出さないように気をつけたいですね。うるさいランナーになりますからね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。ここもファールです。ノーボールツーストライクです。打ちました、センターに大きな打球。このあたりはどうか、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには牧原が入っています。まあホークスとしてはこのチャンスをものにして流れを引き寄せたいですよね。さあ同点のチャンスです。もう追いつければ戦い方も変わってきますからね。なるほど、そうですね。このフライはファウルボール。この球は外れました。低めを2球続けました。見送っています。ボール。
あっと入らない。バッター粘ってフルカウントまで持ってきました。ここはもう調子のいいボールを思い切って低めのボール打っていった。高い打球掴んでツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には近藤が入ります。いいバッターが続きますね。チャンスですね。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。やはりピンチになると初球も慎重になりますね。ああやはりそうですか。二塁牽制、タッチもセーフ。これが2球目。低め空振り。さあ3球目は何か。変化球にバットが空を切ります。ワンボールツーストライクです。左に切れます。二塁ランナーを気にし、二塁タッチもセーフ。ワンボールツーストライクです。外へ持っていきましたが入りません。打ち上げた、高く上がった。ここはフライになっています。掴んでスリーアウト。同点は許しませんでした。同点のチャンスがあったソフトバンクですがそのチャンスを生かせませんでした。5回終わって2対1ファイターズが1点をリードしています。お待たせいたしました。2番ショート上川畑。初球ストレート見送っています。ボール。ボールになります。ボール先行です。空振りになります。ファウルになります。打ちました。ここはフライになっています。レフトが取りました。バッターボックスには代打の今川。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。まず打ちをついてきました。打ちへ低めの変化球。次が3球目。外れてボール。低めの球ストライク。2ボール2ストライクです。これが5球目。ボールになります。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。
当たり、これライン際、フェア、フェアです。二塁へ送球、ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには4番野村、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に、あっと強い当たり取れない、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ワンアウト三塁二塁です。打順は5番清宮、ホークス連続安打でランナーを背負っています。ちょっと連打を浴びてるんでね、ここは踏ん張りどころですね。はい、さあここをしのぎきれるでしょうか。さあ点差は離されたくないこの場面、三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。空振りを取れそうないいストレートですね。はい、追い込んで決め球は何で来るのか。次は勝負球になるでしょうね。センターへ持っていった、サードランナータッチアップ、サードランナーがホームに帰ってきました。清宮きっちりと犠牲フライを打ちました。ホークスなおもピンチが続きます。さあそしてバッターボックスには万波が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、なおもピンチが続きます。ここでしっかり食い止めたいですね。ストレート打った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、ライト前ヒット、これでマルチヒット、7番バッター江越、ホークスこの回1点を失っています。さあ2点を離され、なおも得点圏にランナーを背負います。高めの変化球に手が出た、低め、これは外れた、さあ4球目は何か、バッテリー後がなくなってきました。中継にボールが送られる、ファイターズ追加点、4対1ホークス、さらに二塁一塁のピンチが続きます。ここで離されたくないですからね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、コースに気をつけてストライク先行でいきたいですね。そうですね、さあ気をつけていきたい。宇佐美が打席に入っています。まっすぐから入りました、もう一回インローに持ってきました、これも空振り、追い込みました。さあ外してくるのか、外の低め見極めます、152キロ、見逃しで三振を奪います。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。今画面に出ているのが先ほどの配球です。切りました、ファウルボールです。これもファウル、
この球は外れています。引っ張った、高いバウンド、ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには5番中村、先ほどの打席は同点のチャンスだったんですがセンターフライに倒れています。噂はまずは先頭バッターを打ち取って上川畑、アウト、スーパープレイ、いいプレーに阻まれてしまいました。里崎さん、今のプレーいかがですか。これはいい判断でしたね。最初は変化球できました。ボールになります。ボール先行です。真ん中へ入れてきました。146キロ。ファウルになります。外の球外れています。フルカウントです。打ちました。セカンド取る、一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいホークスでしたがここは三者凡退に終わっています。6回終わって4-1、日本ハムファイターズがリードしています。これから7回ファイターズの攻撃です。そしてホークスはピッチャーが変わります。背番号11津森がマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。これが初球、初球ボール、内へのボール外れました。ボール先行です。3球目は何で来るか、内に持ってきました。ストライクが入りません。スリーボールワンストライクです。さあ5球目は何か、いいストレートですね。はい、ストレート空振りでストライク、フルカウントになっています。さあこれで決まるのか、高め打ちました、切れました、ファールボール。次が7球目、打ちました、これはスタンドへ入りそうです。切れました、ファールボールです。三振になります。ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の松本、今日は盗塁が一つあります。ワンアウトランナーありません。初球空振りです。外、これは外れます。高いバウンド、一塁へ、おっと、これはファーストのエラーです。ワンアウトランナー一塁となりました。この場面で痛いエラーとなってしまいました。いやー、もったいなかったですね。さあこの終盤で追加点のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには上川畑、そうですね、バントも十分考えられますね。なるほど、そうですか。
走ってきた。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。いい送球。失敗。3球目外れました。外の低めです。ツーボールツーストライクです。アウトロー外れます。スリーボールツーストライク。さあこれで決まるのか。引っ張った。中村一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ファイターズ結局3人で攻撃を終えています。4対1、日本ハムファイターズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブンホークスの攻撃に入ります。アウトコース見送っています。インコース。外を狙っていきました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。高め見送っています。次が5球目。あ、外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。3ボール2ストライクです。打ちました。石井アウト。ワンアウトです。バッターボックスは8番今宮。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球ボール。アウトロー見送ってボール。ボール先行です。外に決まりました。インコース空振り。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。5球目は何で来るか。打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。打ちました。セカンドが取る。ツーアウトになりました。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そうですね、100球超えてますからね、疲れが出始めてると思いますよ。ああなるほど、ベンチもどう動いてくるかですよね。インサイド落ちました。サードの左抜けました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。さあホークス得点圏にランナーを置いています。大事ですね。ここで得点できるかどうかで大きく左右されると思いますからね。なるほど。左方向スタンドに入ります。釣り球、しかし誘いには乗りません。ファウルです。スタンドファウルボール。これは見送ってボール。これが6球目。インコースの変化球見ています。これでフルカウント。
スリーアウト。反撃は許しませんでした。ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。7回終わって4対1、日本ハムファイターズがリードしています。8回まで来ました。ファイターズの攻撃、今川がバッターボックスに入ります。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね、ええ、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。ホークスビハインドで迎える8回です。さあ里崎さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。まあもう後がなくなってきてますからね、ゼロを並べていかないといけませんね。そうですよね。一球一打に集中してほしいと思います。これが3球目。なかなかタイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、まず1つアウトを取りました。豪快なスイングは空振りになります。打球伸びる。5番バッター清宮、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。2アウトになっています。引っ張った、取りました。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ファイターズ三者凡退です。4対1、日本ハムファイターズがリードしています。8回の裏に入りました。追いかけるホークスの攻撃、打席には2番バッター牧原、今日はまだ当たりがありません。ホークスビハインドで迎える8回の攻撃です。低め、これは外れます。次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。なるほど、そうですか。ワンボールツーストライクです。打ちました、流しました。弾き返した打球はレフトへ。バッターは3番近藤、先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが内野フライに打ち取られています。上沢、まずは先頭バッターを打ち取っています。ピッチャーちょっと疲れが見えてきたようですが、どうでしょうか。小宮山さん、どうでしょうかね。まあそろそろ疲れも出てくる頃でしょうね。なるほど。さあ継投のタイミングはいつになってくるでしょうか。真ん中へ追い込んでいます。ワンボールツーストライク。切れました。ファールボール。アウトコースは外れます。打ちました。これはどうか。セカンド取る。アウト。スーパープレーが飛び出しました。いいプレーに阻まれてしまいました。小宮山さん、今のプレーご覧になっていかがですか。今のいいプレーでしたね。さあ初球は何か。空振り。さあ2球目は何か。ここも空振り。外れてますか。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。
ボールになります。完璧なボールでしたけどね。はい、インコースわずかに外れてボール。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。さあこれで決まるのか。打ちました。ヒットになった。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。最初は変化球できました。ボールになります。惜しいですね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。高め打ちました。これはセンターに抜ける。三塁へ送球。ボールが落ちている、落ちている。中村、これが自身本日の初。ファイターズここでピッチャーが変わります。マウン、さあそして打席にはグラシアルが入ります。さあここは追い上げておきたい場面。大事ですね。ここで得点できるかどうかで大きく左右されると思いますからね。なるほど。打った。セカンドが抑えた。一塁アウトでスリーアウト。これから9回、ファイターズ。小宮山さん、流れを引き込みたい場面だと思うんですが、どういったピッチングをすれば流れが引き込めますかね。いや、これはね、もう本当にバッターにバッティングをさせないような、そんなピッチングをしてもらいたいですね。そんな確かに気迫のこもったピッチング、期待かかりますね。3球目外れました。インサイド変化球外れます。これが5球目。引っ張った。打球はレフトへ。レフト掴んでワンアウト。バッターボックスは7番江越。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ワンアウトランナーなし。引っ張った。取った。一塁送球。アウト、ツーアウト。バッターボックス宇佐美。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。変化球入りません。次が4球目。絶妙ですよね。アウトローの変化球、キレがあります。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。今宮が抑えてスリーアウトチェンジです。9回の裏、ホークスは代打を送ります。バッターは野村。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。ちょっと合わないようです。ワンボールツーストライクです。インサイド打ち上げました。左中間に上がった。ここは打ち上げています。センター掴んでワンアウト。打席には8番バッター今宮。今日はまだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。今のはよく我慢しましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ボール先行です。インサイド落ちました。これはどうか。ボールを拾ってツーアウトになりました。9番バッター甲斐。前の打席はツーベースでしたからね。はい、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。期待しましょう。ツーアウトランナーありません。最後のバッターになるのか、それとも次につなぐことができるのか。まあそうですね、最後きっちり締めてもらう。変化球空振り。試合終了。残念ながらソフトバンクホークス敗れてしまいました。